方が薬局マジで No Doubt。 はい、おいさん、大賀よかっチャンネルへようこそ。ワニポップです。ムーです。みすずママです。イエーイ。第2弾ということで、第2弾でございます。今回は僕から質問をみすずママにさせて、はい、もう見つめられたらもうなんかドキドキして目を向けれない。目を向けられないんですよ、はい。ちょっとお聞きしたんですけど、警察してされてると思うんですけども、うん、YouTube もされてるとお聞きしたんですけども、うん、はい、なぜ YouTube をしようと思ったんですか？ノリですね。ノリですね。なるほど。ノリですね。兄ちゃん、今日もいい波乗ってんね。ね。そう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 。なんか、はい、経営者の仲間で、はい、私と動画制作会社の社長と、はい、広告代理店の社長と、3人で始めた。感じ？そうなんですね。そう、仲間でやってて、なんかすごい編集もうまいし、みんながプロだからね。あ、私喋ってるだけで、なんか何もしてない。お任せって。何もしてない、本当に。いや、もう多分、もちろん多分スタッフさんもすごいと思うんですけど、やっぱりみすずママのトーク力と、はい、あと鼻、全然、私全然よ。まあ、でもみんなで力を合わせてやってて、僕たちと違ってやっぱみすずママすごいなと思ったのが、もう1万人以上の、そうね、チャンネル登録数が1万超えて、すごいと思いました。本当に今までめっちゃ嬉しいです。それはやっぱりなんかいろんな、なんかインスタとかなんか活動とかされたんですか？そうですね、もともと私 SNS が出だした頃から全部やってて、しかも結構まめにやってるし、でたくさんのお客様に出会ってるから、それで知ってる人が登録してくれてるっていうのもありますし、であのマツコ会議にたまたま出させていただいた時に、やっぱ全国ネットでテレビね、2000人ぐらいだったチャンネル登録数がもう1日2日で1万いきましたから。パーンって言ったんですか？そう、テレビすごい。マツコデラックスさんがすごい。あ、出たい。ね、本当ご縁で嬉しいな。それはなんで番組に呼ばれることになったんですか？そもそもその取材に入る 焼肉屋さんのオーナーさんが同級生のとても仲いいお友達で、その人からもお願いされたし、でマツコ会議のディレクターさんが私のインスタグラム見てくださってたみたいで、でぜひみすずママ出てほしいってその友達のオーナーにねオファーしてくれたみたいで、どっちからも言われて、最初断ってて、たまたまその撮影の日が大阪だったの私。へー。そうだから、じゃあうちの子を出しますって言って、どうしてもって言われて、これ出ない研究がしてきたと思って、で大阪の予定キャンセルして、へー。そう、しかもね、人材教育の研修だったの。へー。またそれで、ね、キャンセル料払ったからね。へー。そうそう、まあでも、でもそれにそのね、研修はキャンセル料払ってまた行けるけど、うん、今回のさ、その時の撮影はね、一度だけっていう、そう、できなかったから、うん、まあ、そういう運命ですよね、やっぱ。うわ、すごい。決断力もすごいですね。それね、ちょっと悩んだ。悩んだ。ちょっと悩んだ。一緒に行こうって言ってた研修の仲間たちもいたからね。あ、うん、今までもいろんな声でマルチに活躍されてると今分かりますね、うん、今の話聞いて。やっぱりインスタグラムもやっぱすごい面白かったからこそ、うん、多分そうやってお声掛けをされたんだと思うので、インスタで多分上手だと思うし、あ、本当、見せ方が、見せ方がね、見てください、ぜひ、はい、見てください、ぜひ。 YouTube もね、インスタグラムのチームがあるので、はい、チェックします、チェック、ちょっと練習で、はい、なんか例えば私のお店の可愛い女の子のセクシーショットを載せたりとか。あ、なるね。早速、もう進むのもあるんですか？ありますよ。じゃあちょっと後で教えてください。後でちょっと結構、ね、今回いいのがあるんです。あ、本当ですか？うん、まあ、とかめちゃめちゃ美味しい福岡の美味しいご飯屋さんを載せたりとか、ね、福岡に旅行に来る人とか気になると思うし、そんなすごいみすずママが今後の未来はどういう風になっていきたいとか、どういうことを今やっていくとかっていうのはありますか？野望が、野望、みすずの野望で、野望よく聞かれるんですけど、はい、もう一貫してずっと私は日本一のママになるっていう風に言ってるんですよね。俺の中ではもう1位ですよ。あらららら、今からこういうのはやっていきますとりあえずっていうのは、まあ、東京にお店出したいです、ね。お、今どれぐらい店舗あるんですか？今4つなんですけど、福岡、はい、中洲に2店舗、うん、クラブジャルダンっていう店と、あのキャバクラでアモーレっていう店があって、はい、で役員に寿司岡田っていうお寿司屋さんがあるんですよ。お寿司屋さん美味しいですよ。すげえ。なんでお寿司をやろうと思ったんですか？そう、そのお寿司屋さんもすごくて、うん、寿司屋の大将をお客様が連れてきたんよ。もう昔から可愛がってもらってる、お兄ちゃんみたいな存在のね、はいはい、なんかオーナー会社が倒産して寿司屋ごとなくなって、就職先を探してるから、ママ紹介してやってよって言われて、私お寿司屋さんやりたいって言って、すごいすごいな、すぐ始めたみたいな。へー。
いやそういう、でもすごいですね、そういう出会いでお店を開こうとかって。そうそう、全部縁なんですよ。すごい、嬉しいですね。母とジュース屋さんがあったんだった。コールドプレスジュース、アトピーで悩んでて、あもうやだなやだなと思った時に、そのコールドプレスジュースいいよって友達に聞いて、そうそう、野菜と果物をこう凝縮して作った、うん、ゆっくりこう低速で、低速のジューシャー、ジューシャーって、ジューサーで絞ったね、あのジュースなんですけど、もうそう、水とか氷とか一切使ってなくて、もうこんだけの量でも相当な野菜と果物を使ってるわけですよ。栄養がギュッと詰まってるってことですね。そうそう、でそれをね、毎日飲みよったら、あのアトピーが治ったの。すごい。もうそれまでね、ステロイド飲んで塗らないと仕事行けなかったの。それが、もう皮膚科に全然行ってない。へぇー、野菜の本当にちゃんとした本当のビタミン、崩壊しないビタミンとかが取れるからいいのかもしれないですね。そう、でも前本当に毎日行くし、どうせ毎日飲むし、はい、もうやっちゃえと思って、別にお客さん来なくても私飲むからいいから自分でいいから。そう、しかも自分飲み屋だし出せばいいから。なるほど、提供すれば飲む。そう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 。え、それはどこにあるんですか、お店は。川端商店街です。中洲から5分ぐらいで、ね、はい、すぐ行けますね。それのなんていうお店ですか。ベジットラボ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 。ね、いやね、ちょっといい、もう最後に聞きたいことあるよ。何ですか、何ですか。いや、まあ、前回、はい、まあ、言うてノリで言われたじゃん、本音で聞きたい。あよりのありですか。あるよりのあり。あり。ありですか。あり。本当ですか。ちょっとマジでちょっと聞きます、ね。え、100% 中だと何パーセントぐらいありですか。99.5% ぐらい。おお。残り0.5。ちょっと待ってくださいね。どっちがいいですか。あれ。あ、さっきの方がいい。さっきの方がいいですか。うん。あ、理由なんですか。ね、まず物腰が柔らかくてとっても謙虚なとこだったりとか、まあ、見た目もねすごく爽やかでかっこいいし、なんか作りしちゃったね。カメラが回ってない時とかもすごい優しくて、あ、裏側が、ね、嬉しいです、頑張ります。最高です、ありがとうございます。バディ、よろしくお願いします。はい、いや、もうみすずママもよろしくお願いします。むーちゃんもよろしくお願いします。お願いします。むーちゃん、大ヶ谷局のポスターになりますので、頑張ります。よろしくお願いします。じゃあ、はい、もうみすずママの店に修行に行ってみたらどう。あ、修行、うん、お店に行ったってこうやって、いやけど、食生活も全部だし、あとお店でこうやって、はいはい、ムーですみたいな感じ。なにこれ、今なんの。いや、あの、ソチャですけどみたいな。あ、ソチャムーです。お知り合いありがとうございます、ムーです。あ、かわいい。いやいや、行こうかな。もうすぐ売れっ子になる、ムーちゃんは。ですね、確かに。思ってないでしょ、思ってないでしょ、いつも、お客様が一人できた。指名してくださいよ。俺は水ママがいい。違う違う、私を指名してくださいね。そうそう、振るつもりボーンって出してきますから、ね、いや、早いよ。すぐもう来てくる、来た瞬間にぐるぐるボーンって出した。金持たんから待ってないでしょぐらいで。すいません、すいません、はしゃぎすぎて。今僕たち1000人ぐらいなんですけど、登録者数がやっぱ1万人超えてくると、どういった変化がありましたか。期待、特に変わり映えはしない気がするんですけど、でもやっぱりたくさんの人に見ていただいてるってことと、お客様が喜んでくれる、あん時これやりよったねとか、あ、なるほど、そうそう、会ったことない人が見てるわけだから、こう会いに来てくださったりとかするんですよ。その時に私はその方のことを知らないけど、その方は私のことをいっぱい知ってるみたいな。すごい、すごい嬉しい。わ、あ、見てくれてるんだな。そう言われたい。そういうふうになりたい ね, ね、言われたい。それ見ましたよみたいな、ね、それはちゃんと嬉しい。あむちゃんやみたいな、名前がわーみたいになるから。近所のおばちゃんに言われたいですよね。あんた出とったね、こんばんや、あんたなあ、あの回面白かったねって言われたいですよ、ね、言われたい。もうね、可愛い子たちにね、あ、バディかっこいいとか言って、見てます、気持ち悪い、気持ち悪い、炎上するよ。まあでもそういう風になれてるから、やっぱすごいですね、羨ましいですね。嬉しいですね、私たちもね、もう頑張っていきましょう、目指しましょう、頑張りましょう、みすずママを目指して、目指して頑張りましょう。もうあの肩を並べられるか、後ろ、ちょっと後ろぐらいに入れるかぐらいまで、いやいやいや、頑張ってください、応援してます。また一緒にね、またコラボどんどんしていきます。ぜひお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、あとみすずママのお店なんですけども、まだもしよかったら概要欄にあのお店の名前とか情報を貼っておくので、はい、よかったらぜひチェックしてみてください。そしてあのみすずママの YouTube も、あのみすずの野望もぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。見てみてください。よろしくお願いします。おもろです、おもろです。はい、はい、ではこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あとインスタグラムやツイッターもやってます、はい、よろしくお願いいたしま す, しますそれではバイバイ、バイバイ、好きです。
マイファンマシードラッグ王が24時間よかとよ相談だけん頼りがいあろうがハーテンクロスがスローガン大賀薬局マジでノーダウン。